では書いてあったけど、実際に働いて1ヶ月経って給料日に給料になったら20万とか、求人募集と全然違う、そういうトラブルがあるんですね。おかしいよって、そりゃそうだよな、求人募集見たら25万もらえる予定だと思う、20万しか来んないんだから、お前はどうしてくれるんだってなってくるんですよ。でそういう会社ほど採用した時にその人の条件を全く言ってない。だから皆さん方、もしくは皆さん方の入試の方が仮に新しい会社に就職するようなことがあった時に、その時にきちっと自分がどういう条件で働くのかというような労働条件を明示って言うんですよね、法律義務で。労働条件の明示を書面でしろって、これは法律で決まってるんです。だけどその書面で明示する会社が意外と、まあ、少ないってことはないけども、書面で出さない会社が多い。だから本人は求人票ではこうなってるから、そのつもりで働いたけど実際は違うとかね。だから実際にそのこれから例えば働く方にしろ、そういう方はその採用された時に書面にちゃんと条件をきちっとくれるような会社であれば、少しは安心して働けるのかもしれない。我々の感覚から言えばで採用されて、まあ、求人と違うけど、まあ、我慢したら働きません、まあ、とりあえずじゃあしょうがないから働くような話じゃないですか。